みんな、私のことは早く忘れなさい。大切なもんでもなくしなさったかね。なんか見てられなくなっちまってね。もう1時間もそうやってお社の前に立ちっぱなしじゃないか。私は近くに住んでるもんだけど、あんたお名前は？周防達也。そうかい。あんた、なくしたんじゃないね。見つけちまったのかい、思い出を。人間は罰当たりな生き物さんね。ここも昔は、夏祭りでにぎわったもんだに。時が過ぎれば、大切なことすら忘れちまう。忘れちまったままの方が幸せなのか、思い出した方が幸せなのか。あんた、厄介なもんに囚われちまったね。そう。俺は思い出した。このあざの痛みとともに、この世にあってはならない思い出と、犯した罪の重さを。でさあ、そいつが言うわけよ。マーヤ聞いてんの？ごめん、うらら。またデジャビの少年のこと？うん。駅前でぶつかっただけなんでしょ？年下は大変だよ。そんなんじゃないって。ただ、忘れられなくて。初めて会ったはずなのに、ずっと知ってる。そんな感じ。はいはい。たくあんたはいいわよね。それに比べて私なんかさ。なんでこんなに男運が悪いわけ？だいたい昔からそうなのよ。マーヤばっかしちゃうやされちゃってさ。もう合コンやり私には気の弱い男しかやってこないさ。私は彼を知っている。私ブス？むしろ可愛くない？しなやかな死体、物憂げな瞳。うららにはまだ言っていないことがある。彼と会ってから私の胸には不思議なあざが浮き出るようになった。まるで聖者の体に現れるスティグマのように、血を流す不思議なあざ。そして日増しに強くなる自分が自分でないような奇妙な感覚。私は知りたい、かすかな痛みのその訳を。俺は守りたい。それだけが俺にできるたった一つの償いだから。私はお前たち人間の影、定めの意図に操られし人形よ。何人も暗き心のアギトからは逃れられん。待っているぞ、待っているぞ。